今回はキャンドゥで出している COB ライトの紹介になります。ダイソーは知っているっていうか、持っていましたが、キャンドゥでも出しているとは知らなかった。この商品は税込み770円で500ルーメン形はダイソーで出している COB ライト250ルーメンとそっくり。ホームセンターで2000円で買ったムサシの COB ライト500ルーメンともそっくり。さらにアマゾンで売っている COB ライト中華ルーメンともそっくり。売り4つですね。今回はダイソーの COB ライトと比較してみたいと思います。で、比較してみたところ、ちょっとね、面白い結果になりました。ではダイソーと外観の違いを見てみます。見た目はそっくりで、違いはカラビナの作りがちょっと違う感じですね。充電はタイプ C で、キャンドゥには付属の充電コードがついています。ダイソーには充電コードがついていません。マグネットも同じです。三脚穴もある。使うことがほとんどない栓抜きも一緒ですね。これはアマゾンの COB ライトもムサシも全く同じです。では箱書きに書いてある仕様なんですけども、メーカーはダイソーはオウム電機、キャンドゥは日刊って書いてありますね。明るさはダイソーは長押しの一番強い光がブースター、キャンドゥは最強と表記しています。スイッチ1回押した光がダイソーは強、キャンドゥも同じく強、スイッチ2回押した光はダイソーは弱で、キャンドゥは中と表記されています。で、明るさと点灯時間はダイソーには時間が記載してあるんですけども、キャンドゥには最大500ルーメン、これだけで、点灯時間も1回押しの強の光、これね 1.5 時間と書いてあるだけで、あとは書いてないんですよね。ダイソーのライトも1回押しの強は 1.5 時間なので、目安としては同じ時間でいいんじゃないかなと思っています。なので検証は長押しを1時間、スイッチ1回押しの強を 1.5 時間、2回押しの弱と中を 3.5 時間を目安として見てみようと思います。ダイソーは250ルーメンで、キャンドゥは500ルーメンなので、もちろんキャンドゥが明るいんですけど、一応どんな感じか外で明るさを見てみましょう。ではダイソーの250ルーメンからこんな感じです。画面では暗く見えていますが、結構明るいです。地面が濡れているのでちょっと暗く見えますね。今度はキャンドゥの500ルーメンに変えてみます。これがキャンドゥの500ルーメンです。他の住宅に配慮してちょっと下向きにしています。ダイソーの250ルーメンと比べたらやはり明るく感じますね。場所を変えてみます。こちらがダイソーの250ルーメン、やっぱりね、十分明るいと思います。今度はキャンドゥの500ルーメン。やはりね、明るく感じます。ダイソーの250ルーメンです。普通に明るいですよね。キャンドゥの500ルーメン。さらに明るさを広げた感じですね。明るさは言うまでもなく、キャンドゥが明るいですね。では今度は連続点灯時間を見てみましょう。先ほども言ったように、ダイソーは明るさに対しての点灯時間が記載されていますが、キャンドゥには今日の 1.5 時間のみ記載。他はね、ここから連想してねってことなのでしょうか。幸いにもスイッチ1回押しの今日が同じ時間なんでね、これを参考に時間を見てみます。ちなみにダイソーのジャックなんですけど、前にも動画出しましたが、つけて1分経つか経たないかで暗くなってきました。つけ始めは明るいんですが、10分後はこうなるよってことが判明しました。ではキャンドゥはどんな感じなのか、早速この弱い光から見ていきましょう。まずはキャンドゥ、そしてダイソー。ダイソーは弱、キャンドゥは中って記載です。どちらも満充電です。こうして見るとやはりキャンドゥが明るいですね。では早送りで見てみると、ダイソーがね、だんだんと暗くなってきています。はい、5分経ちました。5分後ですね。どちらもね、暗くなってきていますが、明らかにダイソーが暗いですね。
早送りでさらに5分進めてみます。おお、ほとんど変化はないようですね。これは意外でした。さらに10分後です。トータルで20分ですね。うん、そこまで変化はないようです。正面はこんな感じ。では一回この20分の状態で付け直しをしてみます。キャンドゥの今の明るさはこのくらいで、付け直すとこの明るさ。ダイソーも同じように20分でこの明るさ。うん、やっぱり暗いですね。付け直してみます。ダイソーの方が違いが大きいですね。では一気に3時間飛ばしてみます。はい、3時間経過しました。なんとダイソーの方が明るいです。っていうか、あのキャンドゥが消えかかっています。ちらつきのフリッカーもね、ひどくなっていますね。全体的に暗くなってきています。正面を見てみるとやっぱりダイソーが明るい。これは俺の思惑に反した意外な結果です。そっか、ダイソーはマラソンランナーだったんですね。ちなみにダイソーを撮ってみると、あー、キャンドゥのライトは光っていますが壁を照らしていません。ここまでになりますね。スイッチ2回押しの一番弱い光では、連続点灯時間ではダイソーが勝利しました。では今度はスイッチ1回押した普段一番使うと思われる今日の光で見てみます。どちらも充電は満タンです。先ほどと比べると明るいですね。どちらも同じような明るさに見えます。正面から見てみます。やはりこうして見るとキャンドゥの光量が大きいですね。これがどれくらい持つのか。キャンドゥ、ダイソー、どちらも点灯時間は 1.5 時間となっています。では1時間まで飛ばしてみます。はい、1時間経過しました。ん、同じくらいの光量に見えますね。ちょっと比較してみます。まずはダイソーを隠してみます。これが1時間経過したキャンドゥの今日のモードなんですけども、見た感じはもう最弱モード、はっきり言って暗いです。じゃあ今度はキャンドゥを隠してみます。若干のフリッカーがありますが、こちらの方がキャンドゥより明るく見えています。正面から見るとダイソーの方が強く光っていますね。では記載されている 1.5 時間、はい、 1.5 時間90分経過しました。またもや弱い光と同じようにキャンドゥの光量が落ちてきているようです。フリッカーが出ていますね。どちらがね、フリッカー出ているのか見てみます。あ、ダイソーが出ていました。フリッカーが出ている分長持ちしているんでしょうね。と思ったらキャンドゥもフリッカー出ていました。正面から見るとなぜかフリッカーが消えてます。 1.5 時間経ったらキャンドゥの光量が落ちていました。今日の光はダイソーの方が持ちが良かったという結果になりました。今度は長押しの一番強い光での検証です。ではダイソーの250ルーメンのブースターモード、今度はキャンドゥの500ルーメンの最強モード、どちらもね、満充電にしています。正面から見てみます。どちらも眩しいですが、うん、やっぱりキャンドゥの500ルーメンの方が強く感じます。この一番強い光の点灯時間が、ダイソーは1時間で、キャンドゥには記載がありません。一応1時間目安にしたいと思います。はい、30分経過しました。もうなんとなく予想はついていたんですが、つけ始めは明らかにキャンドゥの500ルーメンが明るかったわけなんですけども、30分経ったらダイソーの250ルーメンの方が明るく見えます。正面から見てみます。明らかにダイソーが明るい、というかやっぱりキャンドゥが暗くなっています。キャンドゥで周りを照らしてみると、近くは、うん、なんとか照らしている感じ。これは1時間持たないですね。45分経過、長押しの一番強い光で45分経過しました。この辺りでフリッカーが出てきています。このフリッカーはどちらが出しているのかな。あ、ダイソーが出ています。ダイソーを隠すと、うん、キャンドゥも出てはいますね。正面から見てみましょう。ダイソー、キャンドゥ、どちらもね、暗くなっています。45分経過でライトとしてはどちらも厳しい感じですね。ダイソーは暗いですが、一応近くは照らします。先ほどのキャンドゥの明るさみたいですね。
キャンドゥの方は、もうほぼ見えないって言っていいくらいの照らし具合でした。というわけでスイッチ長押しの一番強い光ではダイソーの方が若干長持ちという結果になりましたが、どちらも連続点灯時間1時間は、厳しいですよという結果になりました。今回はキャンドゥの COB ライト500ルーメンとダイソーの COB ライト250ルーメンを比較しましたが、つけ始めの明るさは記載通り、250ルーメンと500ルーメンね。で、キャンドゥの光が圧倒的に強かったんですが、時間が経つにつれて光量が逆転してしまう結果になりました。スイッチ長押しの一番強い光はつけ始めがキャンドゥが圧倒的に光っていましたが、30分ぐらいでかなり暗くなり、45分では光ってはいましたが照らすとは言えない状態になっていました。どちらも連続点灯では1時間は厳しい結果になりました。スイッチ1回押した今日の光、これではね1時間で光量が逆転し始めて、 1.5 時間では明らかにダイソーの方が長持ちしました。一番弱いモードでは目安は 3.5 時間でしたが、キャンドゥが3時間でライトの役割の周りを照らすとは言えない状態になってしまいましたね。で、この結果を見て自分の憶測では中のバッテリーの容量が同じなんじゃないかと思いました。出だしの明るさはキャンドゥが強いんですけど、バッテリーの容量が同じだとその分暗くなる時間が早くなるのではないかと思いました。でもこれは連続で点灯した場合の話であって、ちょくちょくつけたり消したりではまた違ってくると思うし、ちょっと照らす程度ならキャンドゥの COB ライトが俄然明るいですね。で、このキャンドゥの COB ライトは770円で500ルーメン、これはねコスパ結構いいと思うし、ダイソーの COB ライトは250ルーメンなんだけど330円の安さでキャンドゥより長持ちするので、これもコスパいいと思います。今回の検証は、自分ので測ったので個体差もあると思います。なので必ずこうだってことではないと思ってくださいね。一つの結果として参考にしていただけたら幸いです。今回はキャンドゥの COB ライトを買ったので、ダイソーの COB ライトと比べてみました。ではまた。